手を揃えて足と一緒に左右交互に動かし、下に溜めるようなアクセントを入れてダウンでヒットしてください。アップで軽く持ち上げ、浮いている感覚のままダウンします。基本形はありませんが、片足に重心を乗せるように練習してください。基本形はありません。ビートのクラックに合わせアクセントを入れて止めましょう。基本形はありませんが、体をツイストした状態からオンビートでヒットして、アフタービートで逆にツイストしながら移動するようにしましょう。基本形はありません。ビートのオンビートとアフタービートにヒットするように心がけてください。上半身を前に少し倒し、片方のヒップを足と一緒にゆっくりと持ち上げて前に移動します。基本形はありません。動きを止めた反動で膝から上、または頭や手首を軽くシェイクしましょう。基本形はありません。おもちゃのイメージで手首を伸ばしたままツイストやステップなどのバリエーションを加えましょう。肘を水平に上げ、手首を中から外にスイングしながら、横にかぶさるようにバランスをステップします。寝ているイメージでバランスを崩し、その方向に軽くひねりながら片足をステップします。体を持ち上げながら残った足をクロスして揃えてください。
上げた方向と反対に片手を上げ、手をクロスしたと同時に膝を内に合わせてダウンします。起き上がるときは自由に動きましょう。基本形はありません。手を体のいろいろな関節に持っていき、運ぶようにずらしながらアクセントを入れましょう。基本形はありません。指先から波を体の中に入れ、また外に波を出すようにヒッツやピックなどを入れていきましょう。頭、肩、胸、腰、足の順番でウェーブしながらステップアウトしていきましょう。重心を低くし、体を丸めた状態から回す方向と反対の肩を軸にして、もう一方の肩を後ろに回しながら胸を深くロールします。肘と手首を90度に曲げ、エジプションツイストやフレックスなどのバリエーションを加えてフリーに踊りましょう。基本形はありません。止まっている時の雰囲気を強調して、タイムストップなどのバリエーションを加えながら音楽に合わせて動きましょう。70年代の SF 映画のコマ送りのイメージで、ピックやストラットなどのテクニックを音楽に合わせて動かしましょう。複数で踊ります。隣の人と体のいろいろな部分をコネクトし、これまでのステップを用いて息を合わせて踊りましょう。複数で踊ります。リーダーとなる人が先導し、隣の人は追いかけるように踊りましょう。これまでのステップをバリエーションを豊富に使ってください。